さくら。俺の方こそありがとう。君のおかげで気づくことができたよ。え、何をですか？諦めない心の素晴らしさを、そしてその燃えるような美しさを君が俺に教えてくれたんだ。神山さんなんだか嬉しいです。俺は君がこんな姿になるまで立ち上がることができなかった。すまなかった。俺は本当にダメな隊長だ。いいえ、神山さんはダメなんかじゃないです。だって神山さんは私を助けに来てくれました。ちょっとかっこいいです。さくら、ありがとう。やるじゃねえか、神山清十郎。あ、待てのコウマか。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。わかった。大したもんだ。助けが欲しいならいつでも言ってくれ。なめるんじゃねえ。上海の竜の矛をその目に焼き付けろ。さくら、行くぞ。無理するな。この空間を出る方法を探すんだ。はい。おい待て、お前たちの力じゃこの先は無理だ。まだ嫌がるか。仕方ねえ、ここは任せて先に行け。こんな奴らさっさと倒すよ、シャオロン。よし、さくら、ここは上海に任せて先に進もう。はい。二人ともこの空間を作り出したコウマが必ずどこかにいるはずですわ。そいつを探し出して倒せばその空間から脱出できるはずよ。そこ。
った。行くぞよ。はい。はあ。さあ。行くぞ。行きます。闇を切り裂く迅速の刃、竜王無尽嵐。はあ、そりゃはっ、せっさっさや。空間を作り出している。コーナか。こんな大きな空間を作るなんて、本当にそんなコーマがいるんでしょうか。必ずいますわ。神山くん、天宮さん、気をつけて探すのよ。の中にはそれらしいコーマはいませんでしたね。もっと奥の方にいるのかもしれない。先へ進もう。敵を捨てた。行きます。はあ、はい。もしかして本当にすげえやつだったのか。初めてでそこまで動かせるなんて信じられません。よし、行くぞ。闇を切り裂く迅速の刃、竜王無尽。次から次へと。
強大な揚力反応があります。見つけたぞ、この空間を作り出したコウマだ。行きましょう神山隊長、コウマを倒してこの空間から出るんです。ちょっと遅い、行くぞ。ちょっレイルフォーと協力して戦うぞ。はい、私が。までの敵より数段でけえぜ。大丈夫なのか。無理ですよ、勝てるわけありません。無理をするな神山、俺たちが行くまで待ってろ。勝てるわけがない。確かにそうかもしれない。でも本当にそうなのか。今できる全てを尽くして立ち向かえない敵なのか。俺は全力を尽くす。そして俺たちの力を信じる。俺は絶対に諦めたりしない。自分に言い訳するのはもうたくさんだ。さくらが教えてくれたんだ、全力を尽くすことを、諦めない心。神山さん、私も神山さんを信じます。二人ならきっと勝てます。正気かよ。隊長、考え直してください。はあ、行くぞさくら。巨大コーマを撃破し、帝都の平和を守る。了解。投げ散る闇に。そのコウマの弱点は頭部よ。攻撃を避けて頭部を狙いなさい。さくらたちだけじゃ無理だよ。私たちが行くまで待ってて。さくら、本当に大丈夫なのかよ。私の目に狂いはありませんでしたわ。気迫を感じ、巨大コーマを撃破、脱出する。了解。